夢ラジオ第6745回、今日は令和6年8月30日金曜日です。時刻は午後8時、山口から放送しています。もう夜ですね。山口市は山に囲まれたそういう町で、夜空、そして中国山地、町は静かですよ。さて、夢ラジオ、今回は兵庫県知事の百条委員会証言、今日8月30日に斉藤知事の証言がありましたね。もうかなり長い証言なんですけど、私はとりあえず全部聞きました。で、夢ラジオでお話しいたしましょう。この斉藤知事がパワハラをやっていた、そして県の職員の方が2名ほど亡くなられた、うち1人の方はその斉藤知事のパワハラがこんなにひどいんだということを文章にして、そしてそれがメディアに出回った。で、今回の百条委員会の証言なんですが、全体的に私はこの斉藤知事っていうのはやっぱ仕事は一生懸命やってた人だったんだな、そうは思いましたね。今完全に悪者みたいに言われて、で、確かにその言葉とか行動といったようなものは職員を萎縮させたり不愉快な気持ちにさせたり、そういうものが多かった、そういう人だったろう、それはそうなんですけど、仕事は一生懸命やってた人なんかな、そうは思いますね。あと、この斉藤知事が今回の長い証言で何回も言ってましたけど、この兵庫県庁という職場は自分斉藤知事がちょっと何か言った、ちょっと何かしたという、そのちょっとしたことでもすぐに全部が伝わるような、そういうふうな場所だった、それは驚いた、こうも言ってますね。言い換えれば、この程度のことと小さく、あるいはどうでもいいと考えていたような知事の側でね、もうそれがもう隅々まで伝わっていた、それに驚いた、そういう職場なんだとも言ってましたね。私は兵庫県庁が実際にどうなのかは知らないし、県庁や役所というのが、まあその中入ってどんなふうな組織なのかは知らないけど、ただ兵庫県庁だけがですね、特別になんかみんな敏感で、小さなことも伝え合ってっていうことは多分ないと思う。どこでもそうなんですよ。しかもそれは役所に限らず、企業とかでも、もう今どんな細かなことでもメールという手段で、あるいはチャットという手段で一瞬で伝わるようになってるんですよ。まあ、ですから、あの、必要以上に怯えるんだろうね。で、そのことについて、そういう時代になってる、みんなが、特に知事はやっぱり目立ちますから、その言葉や行動に、まあ、ある種聞き耳を立ててる、そういう状態を気づかなかったっていうのは大きいだろうね。で、多分この斉藤知事の肩を持って言えば、仕事一生懸命やってれば、そんな感情的なもの、あるいは気分的なもの、その傷ついたみたいな、そんなことはどうでもいいんだと、多分こう言いたいんじゃないかな、本音ベースでは。あの、なんか公用車から出て20メートル歩かされたのが
怒鳴ったっていうよく言われてるあの話も、別に歩かされたことを怒鳴ったんじゃなくて、その車が止まった場所とその職員2名が待機してた場所が違うから怒鳴ったと言ってるわけですね。きつく注意させていただきましたと言ってましたよ。で、それは確かにその通りで、知事としては2人待ってる、そこで車は止まるべきなのかなと。ところが、その手前で車が止まったと。で、なぜかというと、その向こうは進入禁止だったから。だから車を運転していた人は、しょうがなかったわけだね。そして、それならそれで、職員2人が待機してるんなら、その進入禁止のところで待ってるんじゃなくて、車が止まるところで待ってろやと。で、そういうところの緊張感が足りないっていう、それ言いたいんだと思う。で、多分斉藤知事としては、その職員が待ってるところまで自分がなんとなく歩いていくっていうこと自体がどことなくなんか惨めというか、どことなくなんかないがしろにされてるっていうか、そういうふうなことを多分感じたんだなってことですよ。だから普通はそれをそう思っても、たかが20メートルだし、ご苦労さんとかって、ね、待っていてくれたのは間違いないんだから言っときゃいいんだけど、ただ車止めの車が止まる場所と職員が待ってるとこがずれてて、でそこをなんていうか、こう一人で自分が車を降りて歩かなきゃいけないっていう、これがどことなくそれが知事に対して取る態度かぐらいは言いたかったということでしょうね。よくある話ですよ。だから言うにしても、車止めで、あそこで車が止まるんなら、君ら二人はちゃんと車の前で待ってるのが、礼儀だろうぐらい言って、あ、知事申し訳ございませんでしたっていう、これで済む話でもあるんだよね。ただそれをいろいろ言って、でいろいろ言ったって、それも知事の個性かもしれないんだけど、こんな風になってくると、そういうしょうもない出来事の一つ一つがいちいち拡大されて世に伝わるわけですね。西播磨の県民局長の方が文章を勤務中に作った、そのことについては今でも自分斉藤知事の言ったことは正しかったと思うと。もちろん嘘800とか事実無根とか、そういう言葉遣いできついところはあったかもしれないけど、ただし誹謗中傷性の高い文章、そしてさまざまな個人や企業名が特定されてしまう文章、それを勤務中に作って、で配布するって、これはやってはいけない公務員としてねと思う。これも知事言ってることはそれなりに真っ当な感じはしますけどね。でね、あと今回のその百条委員会の証言で長い時間かけて質疑応答されていたのはチャットなんですよ。どういうチャットなのかは知りませんが、夜の9時とか10時ぐらいに知事から何かのチャットがバーンと出てきて、そしてそれに対して職員が次の日の朝にとかならともかく、もう夜の10時や11時やっていう時にそれに対してわわわっと対応して、で11時ぐらいにそれが完了すると。あるいは知事が夜中の11時ぐらいに今度はバーンと何か質問をすると、でもう寝てたのか何なのかで、翌朝の一番のメールで知事すぐにお調べいたしますと朝の6時に返信のメールがあるとか、こういったこと全てが職員への圧迫になってたんじゃないのかみたいなことがずっと語られてたんだけど、これっておそらくその会社だったら全然あるんじゃないかな、こういうの。やる気ある会社だったら、知事も部下も、あるいは経営者も
で会社員も時間なんか関係ないじゃないですか。で仕事って午後5時に終わったりしないですよね。仕事なんか関係ないじゃないですか。朝でも昼でも夜でも。でこの斉藤知事はその自分ので知事の仕事は忙しいんですよ。いっぱい案件がやってくるんです。でそれをこの案件はこの人物、その案件はその人物、あの案件はあの人物みたいな感じでこういちいちわわわっと振って、それでそのでそれに時間なんか関係ないと、そういう仕事を多分やってたんだと思う。でこのこと自体は一生懸命やってるやんですよ。ただし県庁の職員なんか弱いですから、そういったことがいちいちパワハラ、つまりパワーハラスメント、権力を背景とした嫌がらせに見えたんでしょうね。でなんか物投げつけたとかっていうこの話にも、まあ、斉藤知事によると、これはあくまで斉藤知事の証言なんですけど、付箋紙1枚を投げつけたことはあったと。けれどその相手に投げつけたわけじゃないし、しかもそれは県立大学を無償化するという非常に重要な案件で、で国会議員も巻き込むそういう話だったから、事前にそれは絶対やっときなさいよっていうそういう話だったのに、それが全然やれてないからその不戦士を投げるようなことはしたと。だからまあ投げなきゃいいんだけど、その不戦士を投げた、だから斉藤知事としたら紙、不戦士の紙一枚ボンと投げたって誰にどう当たるんだ、だけどそれがなんかすごいものが飛んできたっていうふうに拡大されちゃうわけですね。だから今回のこの百条委員会における知事の証言っていうのはやってよかったと思いますよ。で私もこれ聞いて、あ、今メディアでガンガン悪く言われてて、で夢ラジオでも、あ、この人は仕事を多分できる人で、で維新の期待も担って、でやる気満々でやってたんだろうなと言いながら、けれどやってたことはひどかったんじゃないのというふうに、そういうことを夢ラジオでもこれまでお話ししてきましたね。ただ今回この斉藤知事が、まあ、次回に出てきて、そして案件、今知事に対して言われている案件の一つ一つにね、パワハラ案件の一つ一つに、これはこうであれはそうでというのを聞くとき、いや、この知事は全く理不尽な、そして不合理なことを言っているわけではない。そして嘘を言っているわけでもどうやらなさそうだと。で、おそらくこれ、猛烈経営者とついていかない会社員みたいな、そんな図式だったんじゃないかなと。それは思いますね。猛烈経営者とついていけない会社員、それが単に県知事と県職員の関係になっただけだと。ある種空回りしてたんでしょうね、この県知事。そしてまあ結果見てくれと、ね、自分の仕事の結果を見てくれと、そのそれで判断してくれと、人のいちいちつまらぬ感情なんか忖度してられるかと。これでこう頑張ってでかい声も出してたんだろうけど、それは相手への激励の意味でだったかもしれないけど、受け取った方が全然激励と取らずに傷つけられたとか、そんな風に思ったんでしょうね。そうですね、昭和の頃の雰囲気だったらこんな知事は結構もてはやされたかもしれませんね。頑張ってると、
まずは身内に対して厳しいと。けれど県民に対しては県政に対しては見えないところでよくやってるみたいな。けれど今全然時代が変わって人の心がどんどん弱くなり、人の心がどんどん小さくなっていって、もう何々ハラスメントがいっぱいあるわけですよ。で、言っちゃいけない言葉がいっぱいあるわけですよ。やってはいけない行動もいっぱいある。そういう時代になってしまいました。で、放送の途中でも言ったけど、特に一瞬でみんなに伝わるようなそういう機能が良くも悪くもできてきたので、誰それさんがこう言ったみたいな話が瞬時に伝わるんですよ。何々くんがこういうことをしたっていうのも瞬時に伝わるんですよ。良くも悪くもね。だからもちろん悪口も一瞬で伝わるし、誹謗中傷も一瞬で伝わるしと、今回の証言でこの斉藤知事は別に自分何にも悪いことしてないとそう思ってらっしゃるようですね。だからそれでもうちゃんと任期全うしようということなんだなと。でこの夢ラジオでは知事が辞めないぞと思ってる限り辞めさせる方法はないんだっていうふうに言ってますけど、この調子だと本当そうなりそうだな。でこの百条委員会での証言が今回で終わりなんでしょうか、あと何回かあるんでしょうか。でそれでもうこの話は沙汰やみになりますよね。これ以上もう何にもできない、あとは弁護士同士の話みたいな、こんな感じになっていくと思います。でその間斉藤知事は任期4年の最後まで全うしようぐらいは思ってるんでしょう。誰も辞めさせることはできないし、住民リコールでも起きれば別ですけど、今兵庫県民はそういうことをやっていないのでね、全然。しかもあと1年の任期でそれをやる動機があんまりないというか、このまま県政は斉藤県政で少なくともあと1年は続いていくでしょう。ただしここまでメディアで悪名を轟かせてしまったからには再選は無理でしょうね。もう自民も維新も推薦してはくれないと思います。やる気のある、そしていかにも維新的なそういう知事さんだった。だからもうちょっと今の時代をしっかり読んで、人の心が弱く小さくなっているってことを肝に銘じて、でその中で注目を浴びる知事という立場に立つっていうことはどういうことかをもうちょっと慎重に考えて行動すべきだったかなと思いますね。